上四法、片上四法型は、柔道の固め技のそもそも込み技9本の一つ、ノースサウスポジションの一種、仰向けにした相手の頭上側から相手に乗りかぶさり、相手の両肩、または両腕の外側から抱きつくように、自分の両腕で静止を抑え込む技、両手で相手の横帯や襟を取って、相手の両腕が抜けないように脇を締めて押さえる。 行動官や国際柔道連盟での正式名、I 不略号、KSH、別名正常司法型、法上司法、片方上司法型は、上司法型の変化儀である。ノースサウスポジションの一種、柔道では上司法型とは別の技として分類されている。講義の上司法型のうち、正常司法型でないものを、法上司法型という、自分の片方の腕を、 相手の脇の下から相手をつかみ、もう片方の腕は、正常四法肩と同様、相手の肩、または腕を制して、抑え込む、などの様々なパターンがある。総合格闘家のジェフ・モンソンは法上四法肩からの、ノース・サウス・チョークを、得意技としている、行動官や国際柔道連盟での正式名、アイフ略号、KKS。三角肩は、横三角絞りや、縦三角絞り、 あと三角絞りをかけながら押さえ込む方上四方型。三角絞りに追加して、相手の足や胴を制して押さえ込む。横三角絞りの体勢から、足の組み方を入れ替えて、縦三角絞りにして押さえる場合もある。縦三角絞りは締めが極まりにくいので押さえ込んで一本を狙う場合が、他の三角絞りより多い。全三角絞りをかけながら押さえ込んだ場合は縦四方型となる。 腕座三角型の国際柔道連盟での別正式名も三角型だがそれとは別の技である。また、この名称は通称だが2018年から2020年国際柔道連盟試合審判規定で使われている。前述のようにこの名称は通称というだけでなく同じ名称の関節技が正式名称で存在し紛らわしいにもかかわらず全従連は 大会結果の技名称として使用している。横三角型、編集横三角型は、横三角絞りをかけながら押さえ込む三角型。横三角型は7大学柔道やアイフルールでは、互いの体の全面を接触させ、押さえ込むものの全部を、床から離さないとそもそも込み技として認められない。上三角型、編集上三角型は縦三角絞りをかけながら、 押さえ込む三角型。試合での実例ダリアビロディドカロラインハイン。アイフサイト映像。アイフは横四方型としてるが、実際は方上四方型の上三角型である。腕間方上四方型は、相手の片腕を両腕で絡めて押さえ込む方上四方型。自らの両足を交差させ、片足を相手の足側に伸ばすとで片跡消さ肩となる。書籍。 高線柔道の神髄では両方とも腕関法、上四方型と呼んでいる。腕くくり法上四方型は、相手の片腕を相手の帯でくくって押さえ込む方、上四方型。腕関併用法上四方型は相手に、チキンウィングアームロックをかけながら押さえ込む方、上四方型。裏四方型は、樹の両方の脇の下から、鳥の両腕を通して、両手を組んで押さえ込む方、上四方型。鳥は、 呪の脇の下に両腕を入れ上腕で呪の上腕を押さえ、ジュの襟付近の首の後ろで両手を組む。鳥はジュの腕を太ももの上できつく押さえる。フルネルソンの別名に裏四方型があるがそれとは異なる技である。バックワーズマウンティットポジションは、全部で相手の頭部や胸の上を押さえながらまたがり押さえ込む。方上四方型。上体を起こしたままで押さえ込む場合もある。手で、 相手の下脇をつかむ場合もある。全日本柔道連盟。2018年から2020年、国際柔道連盟試合審判規定。全日本柔道連盟。PP27-46-2019 年3月1日、閲覧、ヤーデンジェビー床を住み、グランドスラムチ面2014。柔道演示で2019年4月3日閲覧、63kg 級。 大隅床2回戦 YJB 大会結果。全日本柔道連盟。2019年4月3日閲覧。7大学柔道試合審判規定第6回。修正版。東京大学。運動会柔道部公式サイト赤門柔道。2019年4月18日閲覧。三木之介かわいし。マモットードで柔道。フランス。PP148 から149。神さんかむがため。 ザグレブグランプリ2018ラウンド1から 48kg ユクレインビリデットダリア VS オーストラリアハインキャロライン国際柔道連盟2020年2月9日閲覧腕間法上司法型高専柔道の真髄114ページ原書簿腕くくり法上司法型高専柔道の真髄152ページ原書簿 高専柔道の真髄原書房み木之助河合氏、マモトードで柔道、フランス、P147、七浦し穂がめ、ありがとうございます。